どうも、阿部達です。今日紹介するのはこちら、デデン、アイスのチョコパイ。イエイ、アイスのチョコパイ。はい、しかもチョコパイ、そしてしっとり美味しいロッテのチョコパイ。これ結構ね、分厚いんですよね。結構分厚いんですよ。確かね、いくらだったっけな、まあ百何十円ぐらいしたんで、まあそんぐらいの大きさじゃないとまずいよね。こう結構は分厚いんですよ。そしてなんか空気も入ってるんだよね。なんだろうね、この空気は。とりあえず開けて食べてみたいと思います。おお、やっぱ分厚いね。ちょっと一回全部取り出すとこんぐらい分厚いです。分厚い。しかもね、すっごい冷たい。やっぱアイスだから。じゃあいただきます。久々です。あー、チョコパイだ。最初食べた瞬間はね、すごいチョコパイから遠ざかった味なんだけど、こう噛んでいくうちにね、チョコパイの味がしてく。うまい。ただね、ちょっとね、硬いや。結構ぎっしりアイスが。でも味はすごくね、チョコパイの味。ただなんかお菓子のチョコパイよりかは、なんか何個も何個も食べたいなとは思えないな。うん、なんか1個食べたらもういいやってなりそう。あ、部屋温めてるとすぐ溶けるんで、お早めにお召し上がりください。はい、というわけでこちらのロッテのアイスのチョコパイ10点満点中ポイントは7点っす。7点。はい、なんだろうね、味はチョコパイなんだけど、もうちょっとチョコを増やしてほしかったなっていうのがありますね。やっぱ中身が分厚い分、チョコレートをもうちょっと分厚しくしてほしかったなっていう、要望です。はい、以上、ロッテのアイスのチョコパイでした。皆さんも買ってみてください。じゃあね。フォーみたいな感じになっちゃって、やべえ、動画撮んなきゃって思って、今焦ってました。はい、このちゃんと